さあ、手持ちのツムすべて紹介しておりまで終わりまってん。続きましては、トイストーリーよりバーズ・ライト・イヤーやってまいりましょう。バーズに関してはね、まあ、これ僕すみません、スキルのレベルがそもそも低いっていうのも一つ原因なんですけど、初期の頃のプレミアムツムになりますので、あんまりね、その消せる範囲っていうのが、多くはないっていうか、でかくはないんですよね、残念ながらね。うん。まあ、ウッディに関してもそうです。ウッディに関しても確かね、僕もう L サイズか LL サイズかそのくらいなんですけど、早う使えっていうのは、こんな感じですね。チュイーン、十字架にタイプに消していくと。バズの、あれはなんて、あのマークは何なんだろうな。まあ、バズのマーク、背中のマーク、翼のマークですかね。で、消していくという感じなんですけど、うん。まあなんか順調にスキルは今回溜まっていってますけどね。まあ残念ながらそのあんまりその範囲として消せるようなツムではないですね。はい。まあ時々プレミアムガチャ引いた時なんかに当たったりしますけどね。当たった時にはね、あんまり大きな声ではいいですけど、外れかーって思ったりするんですけどね。うん。ちょい。ね、今時のそのツムなんていうのはもう S サイズでもSS サイズでももう20個以上潰せるツムとかっていうのが結構当たり前にあったりしますよね。そんな中でやっぱり S サイズになって15個前後しか消せない範囲っていうのはなかなかちょっとやっぱりまあ初期のツムっていう感じがしますよね。なんか遊戯王とかでもありますよね。初期の頃っていうのはなんか攻撃力1300とかでも星4なのに、後半に行くにつれてなんか2300なのにもう星、まだ星4みたいなね。お前ら、もうその攻撃力やったら星6とか7くらいじゃねくらいのいるじゃないですか。ねえ。メテオドラゴンとか1800の守備力2000なのに星5で、いけにいるんか、お前贅沢なやっちゃな、みたいな感じがあったりしますし、うん。そんなところですよね。まあまあ、遊戯王は全然関係ねえか。はい。ということでね、バズライトイヤーに関しては、十字架型に、ツムを消してくれるというスキルを持ったバズです。